津軽民謡を大きく変化させた人として明治末から大正の中頃にかけまして活躍した加瀬の桃子と黒川桃太郎という天才がいました。このことは弘前ご出身の作家長部秀雄さんの小説津軽よさよろ節に描かれておりますけれども、長部さんはこの小説津軽よさよろ節津軽ジョンガラ節で第69回の直木賞を受賞されております。それでは長部秀雄さんをご紹介いたします。どうぞお越しください。ようこそおいでくださいました。長部秀雄さんでございます。ようこそおいでくださいましたと申し上げる、お帰りなさいと申し上げた方がいいんですね。まあでも今年はね、残念なことに大変な不作になりまして、そうですね、お米が実ってない田んぼを見ると心が暗くなるんですが、そうですね、それでもやっぱり悠然とそびえ立ってる、岩木さんを見ると、元気が出てきますね。そうでしょうね、ふるさとっていいもんだなって感じがしますでしょう。ふるさとは岩木さんを見る、もうとにかくなんたって岩木さんぐらい好きなものはないんですね。少々巻いてる時でも岩木さんを見るとですね、元気100倍っていう感じで、岩木さんがあるから津軽は昔から数えきれないほどの凶作をですね、なんとか乗り越えてですね、生きて頑張ってこれたんだと思いますね。そうですね、長部先生の小説には津軽三味線の魅力とがたくさん書かれてございます、確か津軽ジョンカラ節の冒頭だと思いますけれども、太棹の三味線の一の糸が思い切りバチを叩きつけた時、その音のあまりの大きさに思わず椅子から転げ落ちそうになったと、こういうような書き出しでございます、もう今のオープニングもそうですけどね、ババーンっていう音聞くとですね、ざわ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 っとこう血が騒ぎましてね。なるほど、松原のことでじゃあジャワメグっていうんですけどね、ジャワメグ、もう全身の血がこう逆流してですね、ざわざわざわっとこう草原だって鳥肌が立つんですね。なるほど、いい表現でございますねそれでは現代のですね津軽三味線の名人たちにご登場いただきましてですね、即興演奏で津軽三味線の魅力をですね味わっていただくことにしたいと思うんでございますけれども、まず津軽民謡として多くの歌に初めて三味線の手をつけるなど独特の奏法を生み出しまして、民謡の伴奏楽器から津軽三味線を独奏楽器としての三味線に高めました名人をご紹介いたします。高橋竹山さんでございます。ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。どうぞおかけくださいませ。それでは最高の演奏家高橋竹山さんの代表曲でもございます津軽音頭を演奏していただくことにいたします。お願いいたします。
本当に素晴らしい三味線でしたね。音色と響きがとても美しくて、何とも言えない華やかさがあります。つまり色っぽいんですね。それからとにかく奥が深い、遥かに遠い昔からこの三味線の音が聞こえてくるような気がします。100年前からここに住んでいた人たちの喜びとか悲しみというようなものが切々とこう伝わってきて、我々が見たこともない昔の津軽の景色がありありと目に見えるような気がします。古くから伝わってきた音楽なのに、まるで今日生まれた音楽のように新鮮でみずみずしい、実に素晴らしいというふうに思います。竹山さん、はい、今竹山さんがですね、ええ、この一番こう三味線を弾くにあたって大事にしていることっていうか大切に考えていることってのはどういうことですか？まあ舞台車出てしまえばやっぱりまあとにかくよくできるだけはやっぱり頑張っていい音で弾きたい、またいい音で聴いてもらいたいなという、ただそれ一つで何でも舞台中は考えておりません。竹山さんにお目にかかったの、最初にお目にかかったのは27年間前でしたけど、その時もですね、竹山さんは同じことをおっしゃいました。三味線というのは音色の創作である、私の一生は音の追求、音色の追求だというふうにおっしゃいました。もっといい音がないか、もっといい音がないかとずっと探し続けていく一生だと、そういうふうにお聞きしたことがあります。ですからもうお目にかかったのはもう60代の前半だったわけです。竹山さん今年おいくつになりました？84歳になりました。竹山先生はですね、一番最初に習ったその例えばジョンカラでもヨサレでもですね、一番昔の旧節ですね、はい、節は昔習ったその通りにずっと弾くというふうに、いつまででもですねその同じ習った通りに弾くというふうにおっしゃってましたが、ね、やっぱり昔からの津軽の三味線というものはやっぱり今さ張りだ賑やかな曲でみんなやりますけども、それはそれでいいけども、私はやっぱりまあまあ大正の終わり頃からこういう津軽の古い、しかも昔の津軽の菩様トーンズからやっぱり津軽の三味線というものを習いましたから、これは決して変わったことをしていかんという、いかにもやっぱり昔の津軽のことは絶対もこれは忘れてはいかん、どうしても世界にこれはありて、私も日本中はありておりますけれども、どうしてもこの津軽の良さ、津軽の百姓の能力、百姓の安全、これは津軽の三味線でございますよ。この神秘は絶対なくしてはいかんという、誰が何と言っても津軽さん一人でも日本中こうして歩いて先生つがいで歩いてるんだ俺は。その津軽がですね、はい、一番苦しかった100年前の節を今もそのまま引き続けるという竹山さんの三味線をですね、これから皆さんと一緒にじっくり聞きたいと思います。きっと昔の100年前のですね津軽の景色とか人々の気持ちというのがはっきり伝わってくると思います。三味線よされ、はい、よされ節の旧節、成長よされ節、じゃあお聞きしたいと思います。はい。Thank you.
幼い頃不幸にして視力を失った高橋竹山さんは門付けの芸から出発して今お聞きになったような古典の成長を守り続けながら、しかもなおかつその誰にも表現できない独自のですね、音の美しさ、音の深さを追求してこられてですね、燦然と輝く独立独歩の芸風を築き上げられたわけです。でもう一方にですね、もう津軽の民謡の全盛時代にはもうたくさんのこう一座というのがあってですね、まあ、スター歌手、花形歌手がですね、まあ、男性も女性もたくさん出ました。その、まあ、当時の大変なスター的存在であった歌い手のですね、伴奏者としてですね、お互いその、さまざまに競い合ってそれぞれにまた独自のスタイル、芸風を作り上げた人たちがおります。例えばですね、もうすでに皆さん個人になっておられますけれども、白川郡八郎、木田林松栄、福士正勝、こういった人たちが例えばサンバガラスなどと言われたわけですが、そのサンバガラスのですね、一番弟子である山田としさんにですね、これらの方々のですね、芸風というのはどのようなものだったのかお伺いしてみたいと思います。山田さんどうぞ。我々はですね、そのサンバガラスというのはこう聞いてはおりますけれども、はい、実際にこう直接に聞いたのが木田林松栄さんあたりでですね、白川郡八郎さんもそれから福士正勝さんも、まあ、レコードでお聞きしたぐらいなんですが、はい、この3人の方々のですね、はい、芸風の違いというのはどんなものだったんですか。いや、もともと津軽三味線は民謡の伴奏でやったものでございますよね。それで津軽民謡は他の民謡と違いまして、節が自分のアドリブで自分の得たいように歌うわけですよね。そして続々と、スターが出てきたんですよね。それ例えばジョン・カラーならジョン・カラーでもみんなアドリブでもって即興で次々に自分なりの新しい節を歌って出てきた、はい、そういうスターがどんどん出てくるもんだから、それに追って三味線伴奏していかないとダメなんですよね。そしてその三番ガラスの3人はライバルとしてその歌い手のスターの引っ張りだっこされるわけです。伴奏うまく伴奏を弾いてくれるのが一番人気あって、歌がコンビになりたいから、うんうん、いい伴奏とコンビになりたいから、全部その三味線を引っ張り出すわけね、取り合いっこするわけ、はい、そういう芸風を継いでおられる方ってのはあるんですか。今は白川さんには2代目がちゃんとおりますしね、また福士正勝にも2代目がおります。木田さんも木田林松栄さんも2代目がいったんですが、今ちょっと体いろいろの面で二代目という名前の人は今表に出ておりませんが、今日は一番木田さんに近い三味線を弾いている方が長谷川雄二さんに出てもらいます。じゃあそれでは皆さんと一緒にその三者三様のですね、はい、芸風の違いというのをう、ね、お聞きしてみたいと思います。川へ女房に角が出る
巻き人の迷惑知らぬ顔酒も飲みようで割る餌浮きの よしあしの にしたい よされ そらゆえ やI'm sorry.
堪能しましたね。それではここでですね、もう一曲、高橋竹山さんの演奏でですね、このコーナーを締めくくりたいと思います。曲は繊細にして華麗な竹山芸術の神髄をですね、全て結集した即興曲、いわけです。それでは竹山さん、お願いします。